僕ね、スピカちゃんのこと本気で殺したいと思ってるんだ。スピカちゃん、スピカちゃん、スピカちゃん、ジャックさん、ジャックさん、早く起きないと学校遅れちゃいますよ。ジャックまた寝ぼけてる。おはようございます。ああ、おはよう、ラムネさん。冷蔵庫にあったもので勝手に作っちゃいました。ありがとう。素敵な朝食だね。あ、そういえば天心さんが今日から久々に投稿するみたいですよ。そうなんだね。なんだかんだ2週間くらい休んでたみたいだし、また来れるようになってよかったね。あれ、今日はいねえのか。え？いや、ほら、いつも下駄箱でスピカと会うじゃん。あ、確かに。遅刻かな。そろそろジュンもラジオ体操に引き戻さねえとな。ぐふ、リュウタ先生、今日も寝坊できてなかったね。本当はいつ空気読めねえよな。マジで瀬戸内寂聴かよ。だからその例えおかしいよね。遅刻か。なら授業はいつも通り自習だな。よし。校舎裏に止めてるヘリのメンテナンスでもしてくるか。どうしてこんなことになったの？ごめん。相変わらず先生遅いですね。ラムネさん。はい。そろそろ聞かせてくれないかな、君の過去の話。ごめん、ラムネさんが話したくなった時でいいって自分から言ったのに。なんというか、最近ずっとラムネさんと一緒にいて、ラムネさんのこともっと知りたいって思うようになってさ。あ、でも無理だったらいいんだ。いや、聞いてほしいです、ジャックさんには。いいのかい？私もそろそろ話しておくべきだなって思ってたんです。ありがとう。前にスピカちゃんのお兄さんとお付き合いしてたって話しましたよね。うん。その人はクリスって名前で、彼とは以前、私が病気をして入院した時に出会いました。彼はその病院のお医者さんでした。ねえ、聞いた？臨床診療医のあの先生、変な研究してるって。あれでしょ？人の魂の研究とかいうやつ。怖いよね。そんなの無理に決まってるし。うん。あの人すごく優しくて人当たりのいい方だったのに、肉親を亡くされてから少しおかしくなっちゃったのよね。あ、そうなんだ。あ、クリス先生、やっと来てくれた。ごめん、遅くなって。またご飯食べないって言ってるって。はい。サム君、ダメじゃないか、看護師さんを困らせちゃ。何しに来たんだよ、ヤグ医者。